어떻게자고. 効果陣、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 効果
捉えられまい！
鎧同士。捕らえられない。効果点。効果点。重ねかけろ。来い。鎧同士。効果点。捕らえられない。捕らえられない。効果点。捕らえられない。飛燕冷却。効果点。捕らえられない。鎧同士。効果点しまった。重ねかけろ。効果点しまった。効果点。効果点。鎧同士。飛燕冷却。効果点。捕らえられない。効果点。効果点しまった。捕らえられない。来い。天に届け。捕らえられない。効果点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 しまった。重ねかけろ。効果点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 。重ねかけろ。効果点しまった。捕らえられない。鎧だ。効果点。ゴッドスタ。六郎。効果点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 しまった。天に轟け。鎧の。鎧の。つらい。捕らえられまい。効果点。効果点。重ねかけろ。効果点しまった。重ねかけろ。効果点しまった。効果点。効果点。効果点。鎧効果点。効果点しまった。捕らえられまい。効果点。効果点しまった。セイドブライト。効果点しまった。捕らえられまい。捕らえられまい。効果点。効果点。重ねかけろ。効果点。捕らえられまい。セイドブライト。もうダメかと思った。探索船さーて、
警視庁がいそうな場所といえば宿屋を当たるのが定石だな。ストーンベリー付近はね、ラズベリーやストロベリー、ブルーベリーといったベリーがたくさん取れるの。食べきれないほどのベリーの実が地面に落ちて石ころになったっていうおとぎ話があるほどよ。だからストーンベリーっていう名前なの？そうよ。だからこの辺りで取れたベリーを使ってジャムやスイーツ、グミを作ったりしてるの。ベリーのグミ？食べたことないな。ジャムやお菓子はもう出荷もしてるんだけど、ラズベリーグミはまだ試作段階だからね。うん、残念だな。そこの畑の野菜も何か特別なものなのか？あまりよそでは見かけない気がするが。鋭いわね。あなたの言う通り、ラディッシュベルっていう珍しい野生の赤芋よ。近くの山で見つけたんだけど問題があってね。残念ながらラディッシュベルは毒芋なの。見た目はうまそうに見えるけどな。そうなんだけど、皮と芽に強い毒があるから丁寧に取り除かないとかなり危ないのよ。毒さえなければホックホクで甘いし、バターも合うし、さっくり揚げても美味しいし、最高なんだけどね。だったら加工してから売ればいいじゃない。そうなんだけど、今のままじゃかなり厚めに皮を剥かないと食べられないのよ。げんこつくらいの芋を剥いて食べられるのが卵の黄身くらいの大きさじゃ採算取れないでしょ。だから今品種改良をしてるのよ。いつかは毒を薄皮一枚くらいに抑えたいわね。毒なしの芋にしようとは思わないんだ。毒なしにすると虫がつくし、暑さ寒さに弱くなるの。無害無毒ならいいってもんじゃないのよ、芋も人も。ザビーだ。よう、副長。誰かを待ってるの？いや、あいつとの願掛けさ。あいつ？行くぞ。ここに警視庁はいないようだ。いいのかよ、俺を放置して。誰にも邪魔をされたくない時間がある。ピー？願掛けって何のことだろう。ザビーダが飲んでいたのは茨の森だった。おお、大切な人と飲み交わせば永遠に添い遂げられるというロマン無双の一品じゃな。だがめったに手に入るもんじゃない。俺も一度飲んでみたいと思ってるんだが。きっとザビーダにとって特別なものなんだね。だからアイゼンは。そんなんじゃない。ベルベットさんですね。あんたね、例のゴーマの目撃者は。来る途中空を飛ぶ蛇みたいなドラゴンを見た。あんたが見たのも？はい、同じゴーマです。あいつの巣はアルディナ草原の岩山の上で。岩山には行ってみたけどいなかったわ。戻ってくるのは雨の日だけです。雨の日だけか。うわ、
あつらえたかのように雨が。嫌な予感がビンビンじゃが。わかったわ。もう一度行ってみる。この辺りの水は浸水作りに適しているんだ。私はここで新しい浸水を作ろうと思っていてね。この辺りの特産からするとベリーの果実浸水ですか？いや、このひんやりとした空気と程よい湿気は琥珀浸水を作るのにいいんじゃないか。この辺りの地形からすると水には鉱物が多く含まれている。米の浸水を作れば一味違うものができるはずだ。あんたたちの言う浸水は私も考えてみた。しかし私のライバルは茨姫なんだよ。だがあの浸水を作るのは、そう簡単ではない。茨姫はエメラルドの樽に霊山の翡翠を注ぎ、7年間太陽の光を絶やさずに当てることでできる。光を浴びた翡翠の色は七色に変化し、樽のエメラルドと同じ色になった時ようやく完成する。光醸造ってことか。そんな奇跡みたいな浸水に勝つのは簡単じゃないだろうな。だが私はついに見つけたんだ、最高の石を。樽のように使える宝石ですか？それでは茨姫と同じじゃないか。私のは腰石とでも言えばいいかな。石で腰ということですか？この先の山奥で水を吸い込む石を見つけてね。その石を使ってベリー浸水を干してみたんだよ。すると信じられないほど透き通った味の浸水が出来上がった。果実浸水の旨味を残したまま無色に透き通った純浸水とも呼べる究極の浸水だ。それ飲ませてもらうことはできないのか？残念ながら10年かけてようやく一口分しか浸水がたまらないんだ。一口目は私が飲んでしまったから、あと50年以上待たないと振る舞えない。私が生きている間には厳しい。50年後にここに飲みに来ようぜ。お互い人間じゃなくてよかったな。久々にローグレスに行った帰りにアルディナ草原を通ったら出たんだよ。バケツの水かぶってるみたいな大雨と吹き飛ばされそうな強い風が吹いてさ、真っ黒な空から嵐の塊みたいなでっかいやつが飛んできたんだよ。空と巨大なゴーマ。そしたら隠れてた大魔師たちが出てきて、そのゴーマと戦い始めたんだ。でもそいつは大魔師の剣を角で受け止めて、尻尾で大魔師の体をなぎ払って。角と尻尾。そのゴーマはどこへ行ったの？知らない。あまりにも恐ろしくてすぐにそこから逃げ出しちまったからさ。清涼が退治してくれてればいいんだが、大魔師3人がかりでも一撃でやられてたしな。そうだ、その時もう一人誰かいたような気がするな。ゴーマに向かってやめろって言ってたけど。あいつか。あんたたちもアルディナ草原に行くときは十分注意した方がいいよ。
ストンベリーの開拓はなかなか進まないけど、この町は大きな可能性を秘めているよ。ここらの樹木は育ちも良くて材木に最適だし、近くでは石材もたくさん取れる。ゴーマ病が収まればきっと国は再興するし、木材や石材の需要は間違いなく高まる。何より静かだし、綺麗な水場もあるし、僕のような職人には最高の仕事環境さ。最高で最高というわけじゃな。でも町を開くには人手が足りないように感じますけど。そうなんだ。この町をもっと人々に知らしめるには何か名物が欲しいと思うんだが。この辺りでしか取れない野菜とか果実とか、そういったものはありますか？ラディッシュベルという芋を作ってるけど、これはいろいろと訳ありだしな。人を集めたければ金を鳴らせばよかろう。ここには金の鳴る木があるぞってな。なるほど。
鐘楼は悪くないかもな。ストーンベリーだけに石の金ありだな。なしでしょ。え、石を叩いて音なんか出ないでしょ。そうだった。あ、まだまだ自分は未熟だ。落ち着いて物事を考えろと教わったのに。親方の名を汚さないためにも精進せねば。ブルーベリーいっぱい集まった。そんなに集めてジャムでも作るのか。ううん、鶏に食べさせるの。それで紫色の黄身の卵を産ませるんだ。できないだろう。できるよ。黄身の色は餌によって変わるっておばあちゃんに教わったんだから。言われてみれば鶏の餌いつもはトウモロコシだもんな。それで黄色だったのか。けど紫色の卵なんて作ってどうするんだ。また王都から人が来るようになったでしょ。珍しいから高く売れるんじゃないかなって。特産物ができれば村のためになるし。それはそうだけど売れるかな。紫の目玉焼きとか紫のオムライスとか紫の親子丼とかができるんだぞ。お前食べたいか。珍しいから売れるもん。自分で考えないくせに文句ばっかり言わないでよ。悪い、俺も手伝うよ。なら、タマムシをいっぱい捕まえてきて。ニワトリに食べさせて、タマムシ色の卵に挑戦するんだから。ニワトリも災難だけど。了解。のんきな村ね。しかし、当たり前のようにああいう挑戦をする。人間のすごいところだな。ああ、失敗を繰り返しながらいつか全てを成し得るかもしれん。挑戦とはいえ、紫やタマムシ色の卵は勘弁じゃがのう。今急いでるのよ。後にして。急いでるならまさに渡りに船。あんたたちに石板にゃ。なんで石板？は、まさかそれはリアボード。そう、遺跡で見つけたのにゃ。この石板は大昔にノル民族が作った地脈を滑る乗り物にゃんだけど、僕には使えないからあげるにゃ。ノル民族が作った。意外な上に不安だな。バカにするなでふ。ノル民族も時々はすごいんでふよ。レアボードはノル民族が名前を告げることで起動して大地をかける不思議なボードでふ。素早く移動できる上、弱いゴーマなら蹴散らせる。ほとんどまぐれでできたと言われる傑作なんでふから。なんかすまん。では、ビエンフーがいればその乗り物が使えるんですね。う、一応そうでふが。お主のマナを告げればいいのかえ。マナじゃなくてノル民族の名前の方です。名前ってビエンフーでしょ。こいつらには本来マナとは別にノルミン何々という名前があるはずだ。アタックやチェイン、アクアなどそいつの特別な能力を示している場合が多い。ビエンフーやグリモワールはまあ芸名みたいなものじゃな。実のところ本名はわしも知らんのじゃ。
本当はなんていう名前なんですか？それは急いでるのよ、はっきり言いなさい。ノルミンブレイブ。あ、浮いた。いやいや、それよりもあなた、ブレイブっていう名前だったんですね。似合わんのビエーン。だから言いたくなかったんでご。話はついたようにゃ。このボードは乗れば動くの？それがレアボードは地脈の流れに反発して動くんやけど、このボードには肝心の地脈量の情報が入ってないようなのにゃ。だからまず各地にある地表と地脈の接点である地層樹を探し出して、レアボードにその土地の地脈情報を記憶させる必要があるのにゃ。地層樹、ここの場合はあそこにゃ。了解。あれを見つければその地域をレアボードで移動できるようになるのね。